どうも、私が映画3度目の殺人公開直前、そして新曲聖域リリース公開直前の渋谷のラジオの学校の学長、福山雅治で R。 今日はね、あのベネツィア国際映画祭の前に収録しています。だから僕は多分もう今頃ベネツィアに、イタリアはね、ベニスの方に行って、イタリア美女に囲まれてですね、体中にワインを浴びながら、そしてイタリア美女の体にもワインを浴びせかけながら、ワインを楽しんでるんじゃないかな、多分ね。そんなことあったらいいな、したことないな、それ。さあ、今週のですね、地底人ラジオ、先日劇団プレステージ、所属俳優のヒデこと高橋ヒデユキ君に続いて、またまた激プレからの、激プレ仲いいなあ、うちゲストがいらっしゃってます。お二人ともじゃあ自己紹介お願いします。はい、私劇団プレステージの可愛い担当、劇団プレステージのチワワこと大村マナルです。よろしくお願いします。マナル、はい、大村マナルで R。 失敗しました、すいません。ちょっと聞いてたの先週、ちょっともう聞いてました、もう一回やらせていただいてもいいでしょうか。よろしくお願いします。いきます。こんばんは、劇団プレステージの超可愛い担当、すごく可愛いチワワの大村マナルで R。 そう、これでいいの。ありがとうございます。マナル君はね、あの僕が核戦を取ったりとか世界で唯一の男子ですから、はい、ありがとうございます。世界でたった一人の男です、はい、そうです、はい、その説は本当にありがとうございました、はい、そして、はい、もう一方、はい、劇団プレステージ株本秀明で R、 よろしくお願いします。あれ、株ちゃんなんかつかないの前に。あ、僕はあのちょっと何もつかないです。つかないんだ。いや、今ただ戸惑ってるだけだと思います。今劇団プレステージの福山雅治を愛し、はい、福山雅治に愛された男。はい、いや、あの本当に、はい、株ちゃんは福山雅治を愛し、福山雅治に愛された男。はい、うん、それでやってみてください。はい、福山雅治さんに。を愛し、福山雅治さんに愛された男、カモテヒダキである。そう、はい、ずっとやってみて、はい、福山雅治さんを愛し、福山雅治さんに愛された男、カモテヒダキである。これだいぶホモホモしい。いや、いいんですか、いいんですか、うん、いや、もう愛されてるかがわからないですので、僕はちょっと、はい、勝手ですけども、あ、はい、あ、ズバリ言ってもいい、はい、もう愛し始めてるよ。ふーって言うなよ、ほもほもしいから。いいじゃないですか、今日はじゃあもうね、いや、ほもほもしい一日で、はい、はい、これ今夢じゃなくて現実ですもんね。そうよ、やっと会えたよ、カブちゃん。ちょっと、いや、もう唇がプルプルしてますよ、ずっと。プルプルしてる、はい、あら、ちょっとオリップ塗ってあげたい。オリップ塗ってあげたいわ、ちょっと。もう、いや、はい、ちょっとさ、マナルさ、はい、あのマナル君とは僕は以前から面識あるし、核戦も取ってあげる仲だけど、はい、カブちゃんの紹介してよ。あ、はい、カブ本さん、はい、どうご自分で、あ、ご自分で行く。僕は、ずっと、まだ8年目ぐらいなんですけど、アミューズに入って。8年、結構経つね。結構実はいるんですよ、うんうん、で大学の状況とともに、芸能活動を始めて、うん、で4年間ぐらい大学と一緒にやってたんですけど、まあ別になんか売れることもなく、で大学辞めた。大学卒業。あなた、まあ、あの劇団プレステージの、あの皆さんに聞くと大体、まあ売れることもなくしてるから大丈夫です。売れることもなく大学卒業とともに、はい、じゃあ君どうするのってなった時に、劇団プレステージを紹介していただいて、でなんで卒業したタイミングで僕は劇団プレステージにも所属させてもらって、うん、あ、じゃあ最初は劇プレじゃなかったんだ。違いました。最初は、はい、一人ソロというか、ソロで単独でアミューズと契約していて、はい、でまあこのままソロ単独でやるのもいいけれども、劇団プレステージという、まあ、のぼし集団があるんだけど、そこに行って腕を磨いてみないかと、うんうんうん、はい、
いうことで、それが何年前？それが、4年か5年ぐらい前ですね。なんでプレステージに入って 4,5 年ぐらいですね。そうだね、はい、なんかマナルはいつからプレステージ？僕はもうあの一番最初からいます。初代メンバーなの？初代メンバーです。だから12年ぐらい劇団プレステージに。劇プレって12年もやってんの？あの元々ユニット時代から含めるともう12年目ですかね今。その一番最初からマナルはいるの？そうです、僕と河野翔太郎と高藤祐希っていう、うん、まあ、今年40になる河野翔太郎とかがいるんですけど、それがもう最初からいて、その3人から始まりました。マナル何歳なの？マナル今32です。入りたて19でしたからね。ピッチピチの可愛らしい顔してました。32なの？はい、もう12年経っちゃって、あれや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 あれよだよ。あれよあれよ。ほらもうバカになっちゃってるもん。もう12年もこの仕事やってるから。本当バカになっちゃうんですけど。バカになっちゃったよ。そうですよ、ピッチピチで可愛かったんですけど。もうあっという間にね。そうなんです、12年って長いね。いや長いっすね。でもあっという間でした。いやいや、それはあっという間だけど、はい、でカブちゃんも8年？そうですね、はい、意外と、はい、あのだからレッスンとか事務所のレッスンとかではプレステージのメンバーともお会いしてて、うん、その時から面識のある人もいたんですけど、うん、入ってみないと知らない人も全然いて、うん、今5年目ぐらいですねプレステージ。でも今やもうプレステージのエース。ああそうなの？はい、もともと僕エースだったんですけど。そうだろうね。はい、最初からいるんで、うん、あんま自分で言うのもなんですけど、まあ、一番主役をやってた男なんですプレステージ。はい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 、はい、それが今マナルは何役なの？ナルは何でしょうね、なんかい、癒し系です。13年12年経って癒し系になりました。すごいな、そうだったんだ。まあ、知らなかった。そうですね、名前も変わったんでマナルになったんで。そうだね、はい、マナブかなマナルになったもんね。はい、うん、癒し系の方で行こうと思って、はい、株元は最近もガンガン来てる感じで。いや、多いな。ごめんなさいね、ちょっと僕ね今日ご飯食べる時間がなかったんで、ご飯食べながらちょっとあのお送りしようかなと思ってるんだけど。あ、株ちゃん見れない、見たことないでしょ、はい、生で、ね、説明してあげて。俺がいつも何を食べてるか、ちょっとこの目の前にあるものをさ。はい、はい、じゃあ株元さんから。お皿にまず豆腐が入ってまして。ツルツルのね、はい、でネギを今福山さんは開けようとされてて、うん、おネギ ね、 おネギね、刻みネギね、生姜ですかね、うん、そう生姜とネギを今トントンしながらお豆腐にネギを手では入れない。トントンして入れるっていう。トントンして、しかも結構ネギ入れるタイプだよ。本当にネギ美味しいですもんね。あと千切りキャベツがあって、うんうん、お椀はこれ お味噌汁ですね。あと醤油とあのマヨネーズが。お味噌汁に具は入ってない感じですか？ね、はい、しじみ70個分って書いてあった。あ、オルニチンたっぷりの。それはいいです ね、 ね、肝臓に、はい、かつお節を、ね、うん、かつお節を、はい、まあ、僕結構あの仕事してアミューズに貢献してると思うんですけど、大体 いつも食べてるのこれなんです。まあ別にね、あのこれしか食べさせてもらってないとかそういうことじゃなくって。それ寂しいでしょ。、はい、これもうだってほとんどなんかさ、こう牢屋に入ってる人牢屋に入ってる人よりも栄養が偏ってるよね。そうですよ、ね、なぜそのようなお食事メニュー。あんまり僕ね炭水化物食べないんですよ。あ、うん、そうなんですね、うん、あんまり食べなくって、はい、お腹にたまるものが結構好きじゃなくて、お消化にいい、胃腸に優しいのが好きなんですよ。あ、でこの日本が古来から、日本に古来から伝わるバランスの取れたスムージーこと豆腐。お、初めて聞きました。僕にとってこれ豆腐ってもうスムージーなんですよ。そうなんですか。噛まなくていいじゃん、はい、確かに。でタンパク質とか 糖質脂質タンパク質のバランスがいいので。すみません、いただきます。はい、今皆さん、今福山さん、福山さんが、はい、今福山さんのもぐもぐの音が聞こえるかもしれない。カブどうした？福山さんが何だ？いや、福山さんがご飯食べてるところを。いや、お前そこで興奮する人なかなかレアやで。いやいや、ちょっと待って。いや、普通そうですよ。しかも顔真っ赤っかやんか。しかも普通のご飯じゃないもんね、はい、あの紙皿にの紙皿に乗った豆腐を食ってる。そうですよ。福山さんとかステーキとかね食べてそうなのに。そうだね、普通はね、はい、ラジオやりながら俺が食べるものといえば、はい、キャビアとフォアグラだよね。いや、そうですよ。あとはツバメの巣とかそういうね、めったに手に入らないものを
もうコンビニの高級食材ですよ、これが私にとっての。これいくら、これ全部で300円ぐらいで済んでるの、これ。300円もいってないですよね、すごい。まあ薬味買ってるからね。僕はもう福山さんがご飯を食べるということがありえないです、うん、あ、ということはあれだ、パンダがささくってるみたいな。そうです、そうです、そうです。ささやっぱささくうんだパンダって。普通にあの人として、うん、あのなんか普通のことを僕はあのラジオでも言わせてもらったんですけど、僕は福山さんも神様の存在だったので、神様がご飯食べてるところって想像できますか？できません。神様が朝起きて何をするかとか知らないし、ね、おトイレとかも行かないだもんね。夜何する、いつ寝るの、うん、そんなの分かんないし、分かんない。それを今現実に見えてるのがありえない。ちょっとカブちゃん、あのね、俺はね、はい、昔から言ってんだけど、俺の格言というか、俺のことを好きな人は俺も好き。あ、いいな。じゃあ僕もだ。マナルは俺のこと好きって言ったことないじゃん。いや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 、ずっと言ってますよ。本当ですよ。違う、僕はもう福山さんにお会いしてからさらに好きになりました、うん、俺マナルに好きって言ってもらったの今日が初めてだ。いや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 、そんなことないです。僕はもうあの角栓取ってもらってる時どれくらいドキドキしてたかもう。ねえ、もうこっちは。え、今日そういう日じゃないんですか？いや、本当に。じゃあ今日何話そうか。今日ね、はい、もういや、はい、カブちゃんも聞きたいことこのさ、いっぱい聞いた方がいいんじゃない？そうだね、めちゃくちゃあります。じゃあまずタイトルコール行ってから、はい、タイトルコール行ってから行こうか、ね、はい、今日はね、福山雅治と大村学と、はい、カブ本秀明の地底人ラジオ、地底人ラジオは3人ね。はい、わかりました、うん、じゃあ行きますよ。はい、じゃあ行ってみよう。福山雅治と大村学とカブ本秀明の地底人ラジオ。改めまして、今週はですね、アミューズの劇団のぶし集団、うわ劇団プレステージからね、渋谷のラジオの学校でも月曜と木曜を担当してくれている劇プレの2人と共にお送りしますけど、マナルが月曜日に担当、はい、森口彩乃という女優と一緒に2人でやっております。で、株元くんが、はい、僕もあの木曜日にあの飯塚健太と高橋秀樹と今井隆文の3人で回してる番組、劇団プレステージの番組があるんですけど、うん、たまにそこにも出させてもらって、うん、はい、この間もあの福山さんの地底人ラジオの前に、うん、前番組でやらせてもらってました、ね、うん、はい、ありがとうございます。で、劇プレはあの新宿サザンシアターでの、裏ブーストが終わったばっかりなんだよね、はいはい、疲れたでしょ。いや、全然疲れてない。あ、いやいやいや、だってなんかすごい、あのうちのデジタル戦略プランナーの MC ピロが、はい、もう感動したって言ってたよ。いや、見に来てくださって、すごいこうありがたいお言葉もなんか、はい、いただいて、感動したって。で、あれはすごい体力消耗しますよって言ってたよ。そうですね、劇団プレステージ史上一番体を動かしてやってましたね、うん、あと一番声を出してやってた、うん、僕ちょっともう声がちょっと今枯れ気味なんですけど、まだ本調子じゃない、ね、まだ本調子じゃないですけど、本当はね、もっと面白いことがたくさんいるんですけど、今井さんも結構声が、そうなんですね、ギリギリ千秋楽まで持ったんで、はい、よかったですけど、全力で。どうですか、あの出し切りましたか。出し切りました、出し切りました、お出し切り萌えです。てかもうあのそういうことを言うから。すいません、そういうことを言うから12年経ってバカになっちゃうのよ。やだバカ、やだ。いや、福山さんどうですか、でもバカ突き通した方がいいですかね。うん、その方がいいと思う。本当ですか、え、じゃあもうそれでいこう。うん、迷ってたんですけど、うん、頭いい方向に行こうか。もう、はい、無視されてもいいから。もう差し込んでいく。いいですか。だって実際今カブちゃん無視してたじゃん。してました、うん、自分の世界に入ってました、うん、はい、いいからもう差し込んで、自分が思ったことはもう何でも言った方がいいよ。本当ですか、うん、やった。なんか、え、今この、ま、このタイミングとかこの間で言うと面白くないかなとか、これ場を壊すかなとかってもう考えずに、考えちゃう、パッと思いついたらバッともう言った方がいいよ。わかりました、うん、そうします。今日もだからその流れでやってみて。はい、差し込みマナルでいきたいと思います、うん、ありがとうございます。差し込みマナル、はい、うん、まあまあいいや、はい、いや、福山さん本当に裏ブーストなんですけど、うん、もうたくさんもう、はい、宣伝していただいて、ありがとうございます。いやー、もうね、この地底人ラジオだけですけども、いや、もうでもなんかすごい本当に大好評だったって聞いてるから。いや、そうですし、もう
ね、で初めて来てくださった方がたくさんいらっしゃって、うん、しかも僕あの物販とか、うん、結構僕ら立ったりするんですけど、うん、その時に地底人ラジオを聞いて来ましたっていうこともたくさんいらっしゃって本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。すごいじゃない。いやもうね、地底人ラジオプロモーション効果あったんだ。いやもうありまくりというか絶大な影響力が、はいはい、ありました。それで役柄は今回そのどんな役柄だったの？マナルがどんな役柄だったの？僕はその、応援団の一人なんですけど、うん、あの安藤豊という役で、すごく役どころは、一番副団長なんですけど、うん、団長が飯塚健太で、うんうん、僕は副団長の安藤豊っていう役で結構こう真面目な一番だ応援団を愛しているみたいな役だったんですけど、でこう熱血的な役だったんで、うん、声を張ったりとか体を動かしたりして、うん、一番こうやってる感じだったんですけど、そうでカブちゃん、あ僕はあの応援団の中でも旗手と呼ばれるあの旗を持つ役で、はいはい、舞台上では4メートルぐらいの旗をこう振って、うん、であとはずっと持ちながら待つというみんなが応援してる間、はい、きついやつじゃん、もう体力的に、うん、もうあの機種は動いちゃダメなので待ってる間は、うん、なのでみんながやってる間も無のあのかっこよさというか、うん、動かないことをずっとやってました。逆に腰ダメそうだね。なんかね腰そうですね。本物の応援団の機種は40キロぐらいあるんで重いんですよね。なんでベルトで支えてずっとこう動かない役だったんですけど、で今回ねそのウラウラブーストはそうやってまあ劇団も解散するかもみたいなことをヒデが言ってるわけですよ、はい、ここにそういうこうギリギリのまあいつもギリギリなんだけど、まあ、今回はそういうギリギリのところをこうお芝居上のセリフでもあるし実際の自分たちも劇団としてもギリギリだしみたいなところがシンクロしてすごくこう、自然と涙が出てくるようなあの感情がこうかき乱されちゃったりこう解放されちゃったりするようなそういう舞台なんですっていうふうに言ってたけど、うんはい、実際にそういう舞台だったんだ。そうですね、まあ、その福山さんもこの前のラジオでおっしゃっていただいたんですけど、うん、結構すごく自分たちに近いというか、うん、プレステージのドキュメンタリーじゃないですけどそれに近いものなので、うん、やっぱりそのセリフ一つ一つがリアルに自分たちに響いてくるし、はい、まあヒデさんがその感動じゃないところでも感動し涙が出てきてしまうみたいなことは結構あったりとか、うん、自分が出てないところでも誰かがやってるところを見ながら、うん、そこでまあ同じ舞台に立ってる人間からまあメッセージをもらうとか結構そういうことがあったので、今ウラウラブースト終わったんですけど、うん、なんか一つ強くなりました。おお、押し上がりました。押し上がったはい、押し上がるという言葉があるんですけどうん、解散すんの？解散はしません、まあ、いつするのかわからないですけど、そりゃそうだよね、まあ、今すぐに解散という話は出てないですけど。何解散の方向に？ちょっと待って、向かってんの？いや向かってないです。マネージャーコモさん、ね、マネージャー元俺のマネージャーだったコモさんいやじゃあでもさっき聞いたらいろんな奥山さんと一緒に海外たくさん行って、そうだよ、すごいいいなと思って。コモさんなんてもううちの何代目か忘れたけどかなりあの中初期メンバーのマネージャーさんですよ、コモさんは。そうなんですね。そうですよ、いいだってドイツも行って ロスもういろんなとこ行って、まあ、いろんなとこ行ったらいいんだけど、まあそれはいいんだけど、はい、すいません、解散すんの？解散はしません、しません、しないで。びっくりした、ヒデがそんなこと言うからさ。いやもう今回も結構その解散するかもみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、もうその赤字出したら即解散っていうのはいつでもあるので、それはだから今はないですけど、うん、赤字を出したらっていうのはもうルールなので、うん、はい、まあそうだよね、はい、そうです。つうかまあ誰だってそうですよ、僕だってあの赤字が続いたらだって活動できなくなるし、うんうん、それはまあ、 あのプレステージに限らず、あのアミューズに限らず、はい、世界中どのアーティストも、うんうん、赤字だったら食っていけないわけだから、今回は赤字じゃなかったの？じゃあおかげさまで、お本当にありがとうございます。本当にファンの皆さんのおかげだね。いや本当にたくさんのね、はい、皆さん見に来てくださって
ありがたい限りです本当に。脚本家の福島勝重さんという方も、あの演出家の大関誠さんもずっと劇団プレステージと一緒にやってくださってた方がいて、うん、一番この舞台の最後のセリフというセリフでは、一番最後のセリフが自分と戦ってますっていうセリフが一番最後に来るんですけど、うん、お前は何と戦ってるんだっていうのの問いかけに対して最後に自分と戦ってますっていうのは、それはもう福島さんがその劇団プレステージが今何と戦ってるんだっていう問いに対してそういう風な言葉を選んでくださったっていうのもあるし、うん、なんかそれを自分たちで言うことで、うん、すごく本当に学さんの言葉を借りると押し上がったというか、うん、今日も戦ってんの？戦ってます、はい、今日とかマジ 超戦いですよ、はい、そうだね、はい、まあ俺自慢できることってあんまりないんだけども、いやいやいや、ラジオだけは自慢できるんだよね。え、だって何でも自慢できるじゃないですか福山さん。うん、まあもちろん謙遜してるんだけど。すいません。謙遜とか知らなくてすいません。もちろん謙遜しながら言ってんだけど、はい、そんな中でも最も自慢できるのがラジオなんですよ。あ、そうなんですか。うん、だってラジオずっと続けてるし、生放送もずっと続けてたし、うん、まあなんつうんですかね、1万時間の法則じゃないけれども誰だって1万時間そのことをやり続けたら、まあそれなりのものになるっていう言葉があって、はい、でも計算したらね1万時間いってなかったんだよね。そうなんですか、うん、ラジオ計算したらまだね、はい、どれぐらいだったっけ、7000時間ぐらいだったっけ。足りてないんだよ。だから俺はまだまだ自分に対して伸びしろを感じてるわけ。うわすごいよ、まだまだ。もう株元今メモってましたよ。何メモ、福山さんのありがたいお言葉を。1万時間の法則、1万時間で、うん、はい、今7000時間ぐらいだったような気がする。前ざっと計算したらさらにもっとすごいことになるんです。自分でさ、俺1万時間ぐらいやってるかもこれって思うものって何かある？いやまあでも一応まあ、12年お芝居やって全然足りてないよ12年だと1万時間に。なんだろう、いやそう言われてみると、うん、なんだろうな。でも未だに僕物心ついた時から今でも やっぱやり続けてることは、うん、ずっと僕サッカーをやってきたので、幼稚園ぐらいからずっと小学校中学校高校サッカーやって、うん、で大学入った時にあんまりやれる機会がなかったんですけど、うん、まあ、今でもプライベートでそのお仕事一緒にさせてもらった人たちと平日サッカーやったりとか、うん、それは1万時間に行ってるのかわからないですけど、うん、結構自信あるんだ。じゃあ結構はい、プロにはなれなかったんですけど、うん、でも、うん、はい、じゃあもしかしたら今日ついたら日本代表のディフェンダーをドリブルでかわすことが1回ぐらいはできるかもしれないぐらいの自信がある。僕ディフェンダーだったんで。ああそうか、じゃあ、はい、守ることは日本代表のフォワードが、まあ、1対1ね、はい、1対1で突っ込んできた時にも、はい、まあ何回かに1回はちゃんと止められるぞ俺はぐらいの自信がある。何百回かやったら止められるかもしれない。何百回になったね。いけるよ。いやプロはもう本当にいける。もう人によりますけど、うん、スピードともう負けん気と根性だけでは、負けん気すごいもんね、カブちゃん。スライディングしてでも止めれていいっていうのであれば、うん、はい、やります。あやります。でさ、そのサッカーほら割と旬なんでね、今日収録してることで。そうですよね、今日収録してるタイミングで言うとサッカー旬なんだけどさ、俺はそんなに詳しくないんだけど、決まったじゃないですか。決まりました、ワールドカップ突破したじゃないですか、はい、予選はね、はいはい、詳しいのもなるか。僕はもう全然わからないです。なんでそんなに食いつくの？いや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 だからカブちゃんに聞きたいんだけど、少しでもなんか面白いこと。あ、いやいやいや、まあ、まあいいけど、サッカーにちなみ、はい、どうなの今回の日本代表、強いの弱いの俺よく分かんないんだわ。え、でも僕サッカーあんまり詳しくないんで。どっちだよ。プレイヤーってこと？プレイヤーはいいんですけど、まあ、うん、たまに見たりはしますけど、うん、今のサッカー事情に関してはそこまで詳しくない。やったりするのが僕は好きなんですけど。でもやるっていうことは好きってことじゃないの？好きです。でもそう、昨日のサッカーもあんまり見れなくて。何してたの？昨日は前半途中ぐらいまで、うん、もうか仕事で見れなくて、うん、
で後半もいいやと思って、ね、もうそのまんま関心があんまないのもしかして。かちゃんってあんま見んの、あんま見えへんやんな。そうなんです、ね、舞台とかもあんま見なかったりするやるのは好きなんですけど、見るのはそこまで詳しくないというか。あ、そうなの、はい、いやそこは詳しくあるってやっぱ思っちゃうからね普通はね。あ、そうですよね。だから、うん、僕あの福山さんにお聞きしたいことの一つに。なんだ、あ、じゃあいいよ今日。そうなんだね、質問を今日は受け付けるっていうことだったんだよね僕にね。はい、うん、いいよじゃあ始めようか。だからその流れであの聞きたいことが一つあって。何？福山さんがその一つのことに対して自分が興味のあるものの探求心の、うん、一つの気になったことに対しての探求心のが昔からラジオとかも聞いててもすごい喋れるじゃないですか。それは調べたりとか多分学習したりとかで、うん、言葉を発せれると思うんですけど、今福山さんが一番最近気になってるものに、うん、気になり始めてるものって何かあったりしますか。もしくはその自分が好きなものに対して喋れないと好きじゃないって思う出たりするのかなと思って。詳しいは愛だっていうふうに思ってるわけ。うん、すなわち愛してると詳しくなると思うわけ。そのことに対してで詳しいっていうことはそれは愛してる証拠なんだって思うのね。だから僕の中での格言、勝手な格言の一つに詳しいは愛だっていうのがある。だからかっこいい、かっこいいだろ。かっこいいっす。すげえな。だから好きになって喋りたくなるっていうよりは好きになっちゃったから当然調べるわけだよね、うん、で調べるとどん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 新しい情報に出会っていくんだよね、うん、で新しい情報に出会えば出会うほど、また好きになるし、で好きになって情報が入ったら今度はまあ、できればそれを好きな人と一緒に共有したいから、うん、好きな人同士で喋りたい。で仮に、まあ、好きな人じゃなかったとしてもその人に対して自分が好きなものを興味を持ってほしいと思うからその人にプレゼンテーションやプロモーションをし始めるんだよね、うん、だからまあ喋り始めるんだけど、喋りたくて情報を得てるというよりは結局好きになっちゃったから詳しくなっちゃって喋れるようになっちゃってなっちゃうっていう感じなのよ。もう果てないですよね。その詳しく調べれば調べるほど、うん、そうだね、新しい情報が、そうだね、出てきて、あ、じゃあこっちも興味ある、うん、こっちも興味あるみたいな感じでどんどん調べたりとか聞いたりとかして、うん、そうだね。あと最近は割とネットで調べようと思えばある程度のことまでは調べられるから、はい、以前よりはこれだけネットインターネットが普及する前までよりは、あ、もうある程度のところまで掘ってあとはもうネット上にクラウドしてある情報で必要な時にそこを開けばいいかなぐらいにはなってきちゃったけどね。で最近詳しいっていうか好きになったことって何喋ってるっけ最近。僕時計は時計であれだけど時計以外だと何喋ってるっけ。格闘技は格闘技でね、まあ見たり見に行ったりで、ヴィンテージの時計は買ったりしてたし、最近って何だろう、家電あ、まあ、まあでも焼き丸とかでしょ。焼き丸、家庭用焼肉機っていうのがあって、この間ブロス TV で使ったんだけど、はい、煙が出ない焼肉機っていうのがあるわけ。無煙ロースター、あー、無煙ロースターなんだけど、無煙ロースターって電気でしょ大体。あ、はい、火じゃないでしょ、はい、火の家庭用カセットボンベでやる焼肉機が売ってあるのよ。でそれを何で発見したかというと、まあ当然ネットで調べてて、はい、ちょっと無煙ロースター欲しいなと思ってて探してたのよ。そしたら焼き丸と出会ってでその焼き丸ってどういうやつかというと、まあ、火なのよ、
日で、はい、でそれを開発してる開発者の説明になんかグッときちゃって、どうやら肉っていうのは焼くときに250度強で、はい、肉は焼き上がるんだけど、それ以上焼いて、個体が加熱され続けると今度は炭化していって、炭化ってまあ炭みたいな、炭化していって、それで煙が出始めるんだって。なのでそれを温度を250度強で安定させる開発をしていったんだって、そのカセットコンロで。すげえ。だってほっといたらさ、ずっと温度って上がっていくのに、焼き丸はなぜか、なんだあれ210から250度にコントロールするって書いてある、へえ。で、鉄板で直火なのに焼き面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり焼けて美味しいと、で温度をキープできる、その説明が気に入って、買って、そのブロス TV で、まあ、使ってやってみたのね、はい、でみんなで作って焼いて見たんだけど、はい、白いものが立ち上ってたね。なんでしょうそれは。それは水蒸気です。え、僕が思うにね、はあ、それをみんなは煙が出てるじゃないですかと言うんだけど、いや違うと、これは肉そのものに含まれている成分、水分が、染み出して、蒸気化し、気化してるだけだと、これは煙ではないと僕は言い張り続けたんだけど、まあその割にはスタジオの中が少し煙ってたけど、ね、白っぽくなってたけど。いやいや、でも違いますよねそれはね。でもまあ普通に焼くよりは全然少なかったよね。すごいね。まあまあだからといってそれに詳しいかっていうと、まあそんなに詳しくはないんだけど、まあっていうような、そんなに詳しくないけどそれぐらいのことの説明はできますよ。いやだからそう、ラジオでもこういうそんな感じのお話のされ方をするので、詳しく情報を何度から何度とかもそうですし、気化とかそういうなんか言葉がすごくてね、それを気化なんか使ったことないですもん、バカだからね。気化って使わないですよね。いや、ということは何、カブちゃんは人に話すときになんかもうちょっとこう話が上手になりたいとか。あ、そうです、そうそうそう、それもあります。あそだから勉強しろっていうことなんだと思うんですけど、うん、そこになんかあまり詳しく興味を持てるものが少なくて、はい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 、だから福山さんって、ま、すみませんちょっとあれなんですけど、いいよ、喋っていいんだよ。すごい、それこそ今じゃあ福山さんがおっしゃったことで、愛すものがたくさんあるじゃないですか、うん、でもそんなになかなか愛すことってできなくて、だから深く知ろうとしてないっていうのは、それどうしたら。あ、好奇心っていうこと。あ、そうですね。何に興味があるの、ちなみに今。今ですか、うん、だって核戦の取り方も知らなかったじゃん。知らないです、核戦っていうのもあんま知らなかったですし。そうだよね、何今興味あるものって何、今欲しいものでもいい。欲しいもの、うん、なんだろう。なんて急にお姉さん。なんだろう、欲しいものか、いやいっぱいあります。でも何でもいいの。絵を描きたいんです僕。絵を描くのが好きで、絵っていうのもその、キャラクターっぽい絵というか、うん、絵本とか僕好きなんですけど、うん、だ絵本とかの絵を描いてみたいなっていうのが今あって。なんかそれで勉強したりしたの。いや、してないです。コモさん。いやだから本当僕さ、浅くね。いやそうなんですよ、浅ステージなんですよ、プレステージはやっぱりまだ浅い。いや、そこ、僕そこがやっぱりすごく大事だなと思って、あのプロデューサー D とかに、うん、もうとかそうなんですけど、福山さんの、うん、お前け何その努力の仕方知ってんのかよみたいなこと。あ、プロデューサー D に。からあ、 D いいこと言うな。そうなんですよ、すごいお前ごときじゃねえよ。お前みたいな感じで。いやでもそれがやっぱ僕今一番足りないっていうのを32にして気づいたんですよ。うん、ちょっと遅めなんですけど、うん、まあギリギリだね。ギリギリいけますよね。ギリギリ、そう、まだでもギリギリいけるなと思って、うん、いやだからもう、だからもう絵本やりたいと思ったから、もう今すぐ絵を描こうっ
ていう風にしてるし、僕もか、うん、用意してるんですよ、ビビリなんで、うん、もうでも、え、下手だからみんなに見せるの嫌だみたいなことをずっと思ってたんですけど、うん、でもそれじゃダメだなと思って、絵を描くためにどんなことしてんの今。で、僕も昔からちっちゃい頃からずっと絵を描いてて、うん、なので家で、まあ、そのイラストじゃないですけどイラストは描いたりして、うん、で、まあ、絵本もまあ少しなんですけど読んだりとか、うん、本を読んだりもしていて、で、僕自己どこ展示会とかやってんの。いやいやいや、もう全然そんなことはやったことないですけど、あの渋ラジで、うん、あの来てくださる皆さんに僕の絵をプレゼントしたりとかはしてるんですけど、展示会とかはまだ全然やってない。じゃあ今からカブちゃんに話聞くから、その間に何か書いてよ。え、なんか紙やばい、とんでもないことになった。うんうん、いや、あ、ま、でも劇団の T シャツとかも18人メンバーいるんですけど、18人分のイラスト描いてそれが T シャツになったりとか、まあ、なんかはい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 、キャッチーなアニメアニメーション系のアニメーションというか、うん、かゆるキャラみたいなのが好きなんです。はいはいはい、はい、でもそれが好きこそもののなんとやらだから、はい、やっぱり好きを突き詰めたら仕事になりますよ。うん、うんうん、だから好きを突き詰めたことによって仕事になったり、突き詰めたことによって、うん、大金を得たりとかするので。得たい、得たいでしょう。得たいっす。それ絵をもっと好きになったら多分大金持ちになりますよ。ただそれは、はい、そんじょそこらの好き度合いじゃダメってことですよ。そうですよね。あ、そうか、それ、その話あれか、今井にしたのか、流れ星理論。あ、はい、今井、はいね、はい、流れ星に願い事を3回唱えると叶うっていうのはあれは本当ですっていう。要するにどういうことかっていうと、はい、流れ星が流れる瞬間ってわずかな時間でしょ、はい、でそのわずかな時間に絵を描きたい絵を描きたい絵を描きたいって言えれば絶対絵を描ける人になるんですよ。これどういうことかっていうと、流れ星を待ってるんじゃなくて、流れ星がふって流れた瞬間に、あ、絵を描きたい絵を描きたい絵を描きたいって言えるっていうことは、1年365日24時間常に絵のことを考えてると言えるじゃない、はい、どんなことが起こっても。だから好きすぎるっていうのはそういうこと で、うん、で好きすぎるとそれは形になるっていうのはそういうことで、うん、流れ星に願い事を3回唱えると、ね、願い事叶いますよっていうのはそういうことで、それが僕の提唱する流れ星理論なんですよ。なるほど。今またメモしようとしてる流れ星理論、はい、流れ星理論をいいですか、メモして。いや、いいですよ、メモして。いいですか、メモしよう。そしてその用紙と道具もペンも届いたんで、今マナルが絵を描き始めてるんで、はい、まあ何でもいいですよ、何描いても自由ですから。はい、じゃあ他に絵を描いてる、マナルが絵を描いてる間に、え、僕聞きたい、聞いてもいいですか。いいっすよ。福山さん長崎出身、はい、なんですけど、僕福岡出身なんです、うん、で両親が両方長崎で、うん、その僕はいつかその福岡で、まあ、長崎で生まれて福岡で育ったんですけど、うん、今福山さんが長崎を故郷である長崎を大事にしている理由というのを聞いてみたくて、うん、ああ、え、それは何、カブちゃんが全然ふるさと好きじゃないってこと。いや、大好きです。そうなの。はい、なんで聞いて、なんで好きなのか知りたいの。なんで知りたいの。今でもその故郷を大事にして、僕もそのいつか絶対福岡に帰りたいというか、福岡に恩返ししたいというか、福岡が好きだから、うん、できれば福岡で仕事がしたい。ああ、そうなんだ。っていうふうに僕は思ってるんですけど、へ、ただ今東京の方がやっぱり仕事が多いですし、うん、そういう余裕もないので、いつかは福岡にそのなんていうんですか、例えば福山さんだったら長崎の稲佐山でライブされたりとか、そういう長崎に影響力のある福山雅治さんっていうような感じで、僕も福岡に何か恩返しできる仕事をいつかやりたいっていう野望を持ってるんですけど。あ、そういうことね。あ、福岡で仕事がしたいっていうのはそういうことね。あ、そうです。福岡でずっと生活しながら福岡の仕事をしたいとかってことじゃなくて、はい、例えば福岡で舞台をやるとか。あ、そうですね、はい、拠点は東京なんだけど福岡で舞台をやるとか、はい、そういうことですね。そうです。僕はね、ふるさと長崎でライブをやるきっかけっていうのは、まあもちろんそのツアーとかをやってたんだけど、稲佐山でライブをやったのは
あの一番最初はデビュー10周年の時だったんだけれども、それは本当に自分が単にやりたくてやったっていうだけなんですけど、うん、2回目が2009年にやった時っていうのは市民の皆さんの署名をいただいてだったんですよ。青年協会の皆さんが署名を集めてくださったんですよ、はい、で何の署名かっていうと長崎の街を盛り上げたいと、うん、長崎が暗いニュースが続いたりとかで経済的にもあまり景気が良くない、これは長崎出身の福山雅治を呼んで、ライブやってもらって盛り上げてもらおうと、まあ、かつてその僕が一番最初にやった10周年のライブの時に、まあ、多分他府県からお越しいただいたのでたくさん、はい、その活況を見て思いついたんでしょうねきっとね、うん、青年協会の方がで、すごく署名が集まったんですよ。こんなに必要としてくれてるんだ僕のことをと思って、うん、2回目に稲妻ライブをやったのはそれがきっかけだったんですよ、うん、でまさかそういうふうに必要とされてるなんて思わなかったから、うん、自分がで、ふるさとが好きかっていうと僕はね嫌いでした。うん、長崎を出た当時は、はいはい、好きか嫌いかで問われると嫌いだった、うん、それはなぜかというと僕のせいなんだけど、この町にいると自分の人生の選択肢がなくなると、自分の未来への可能性が狭まるっていうふうに町のせいにしてたから、うん、僕は長崎の町が好きじゃなかったんですよ、うん、半分当たってるとは思うんだけども、じゃあ長崎で音楽活動やお芝居、まあお芝居はまあ僕が長崎にいた頃はあんま興味がなかったので、音楽活動ができてたかっていうとそれはクエスチョンできなくはないと思うけど、でもまあその環境のせいにしてた自分の見解の狭さや未熟さっていうのもこれまたあるので、うん、まああんまりふるさとっていうのは長崎っていうのは居心地のいい場所ではなかった。そんな僕を必要としてくれるんだっていうことで、まあ涙が出ましたよね、感動しましたよね、うん、こんな僕みたいなふるさとに背を向けた人間を必要としてくださるんだってすごく嬉しかった。で今じゃあ今はどうかっていうと、まあ、今もちろん長崎のためにできることはできる限りの協力をしようと思って表面化してないんですけれども、水面下ではいろんな方向から長崎の盛り上げを僕なんぞかできることがあればということで方法論試行錯誤しつつも常に話し合いや打ち合わせやアイデアを持ち寄ってっていうことはやってます。うん、ありがとうございます。なんか俺長崎市議会の人みたいになってるけどもやってます。じゃあここで一曲かけたいんだけども、はい、株本秀明が選ぶ主曲の福山雅治メロディー、リクエストなんかないですか。いや、いっぱいあるんですけど、うん、1曲に絞ったら僕は、うん、群青ウルトラマリン。おお、それはなぜ。まあ、さっきも長崎の話もさせてもらったんですけど、あ、故郷の話もさせてもらったんですけど、うん、歌詞がとにかく好きだっていうのもあるんですけど、長崎 M ステッカーに出られた時に、うん、一度歌いましたね、ミュージックセッションで。それで、はい、確かその事件があって歌詞を変えて歌った。そうですね、ちょうどそれはあれですね、その長崎でちょっと事件がありまして、はい、そのタイミングだったものですから歌番組への出演が、それで、まあ、配慮というやつですよね、はい、うん、そういうので変えて歌ってるんだっていう印象もすごく初めて見たので、うんうんうん、だし歌詞が好きだっていうのもあるし、うん、今このタイミングで群青ウルトラマニンを聴きたいという思いが、はい、はい、わかりました。じゃあ曲紹介してよ。え、いいんですか。いいです。あ、じゃあ何今なる、何言ってんの。カブちゃん、いい声で、え、福山雅治さんはいらない。別にさんとかいらないよ。わかりました。じゃあ大丈夫、はい、じゃあ聞いてください。福山雅治で群青ウルトラマリン。いい声だね。
さあお時間になってまいりました。で来週もちょっとお付き合いいただきたいのよ、お二人。はい、いいんですか。でマナルの絵も、まあ、まだ完成してないだろうし、2つできました。なんかちょこちょこ書いてあるけど、まあ、凝視はしてないので来週じゃあその凝視してやる、凝視するところから始めようかな。はい、はい、マナルの絵はね、はい、大丈夫。今週はこんな感じだけど、なんか今週言い足りてないこととかない？いやもう十分でございます。まだまだ聞きたいことたくさんあるんですけど、つかなんか俺がベラベラ喋ってなんか、いやそれが嬉しいです。はい、いやいや俺もちょっといろいろ二人に聞きたいんだけどな聞いてください、聞いてください。まあじゃあ来週またさ、俺も聞くし、お二人もちょっと質問していただくし、はいはい、あとまあマナルのイラストを見てね、はい、感想を怖い。当然ウェブにアップされていくので。あ、本当ですか。うん、はい、その後ネットの海を漂流していくので、この絵が、はい、世界中にね、やばい、名も知らぬ遠き島より流れ来るヤシの実みたいな、そんな状態でこう、なんだこの絵はみたいなこう、そっか、海の遥か向こうにこうね、届くかもしれない、このマナルの絵が。はいじゃあ今週はこれぐらいにしとくね。はいはい、お相手は福山雅治と大村真奈と株本秀明でした。で R じゃあいいのよここそれいいの、それはいいの、はい、ではまた来週この時間までバイ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 セコウ。あ、バイバイセコウもありましたね。いいね、野口さんね。